連なる街灯の明かりが美しいですね。今は深夜11時頃、このまま12時過ぎに高速を降りるように京都に向かい、朝4時までに高速に乗って帰ることを目標にドライブをします。深夜だというのに流れ悪いっすね。行く場所は、修学旅行の記憶をもとに適当に決めました。時間が限られてるし深夜だし、あんまり詰め込まないことにしたよ。京都近郊の探検と高速料金節約のために、ちょっと手前で降りることにしました。おっと、いきなりレベル高いっすね。合流レーンに路中と来たか。周りの流れを見つつ大通りを西へ。意外にみんな早いですね。こういうとプリウスのシャシー型のもし、ポケモン GO リリース直後に、スマホ持って歩き回ってる人のような頻度で行われてる道路工事。このガソリンスタンドで給油したいんだけど、対向車来てるなぁ、行けそうだが、行くか、迷ったら行かない。いや普通に行けたと思うけどね、こういう場面での判断ミスは殺人に直結さ。ほとんど空だったこともあって、満タンにしたら6000円でした。ガソリン高いねぇ。そしてみんなの走行速度が高くてびっくり。何ここ、高速道路なんですか？ほどほどに周りに合わせてるだけなのだが、これをスピード違反と言われると正直困るよな。そして白線が消えかかった左カーブ、どこまで左に寄れるのかわからなくて神経を使う。流れが速いし暗くて道が見えないし、この道は怖いっすわ。危な、首都高並みの勾配変化だぜ。そしてこのギロチン急カーブ、オレンジ線からの、超突然の中央分離帯。いや危なさすぎるだろなんだこれ。私はこういうの慣れてるからいいんだけど、これ初心者が付き合わされたら横転すんじゃねえの？山間部に50キロ制限級の国道を敷いたら、深夜の流れの速さが運転手に熟練を要求するレベルとなった。この高架道路の敷き方もすごいもんだよな。名古屋にはない景色だ。走行行ってたら清水寺の真横まで来ました。カーナビが言うには、一旦通り過ぎてから、Uターンして戻ってくるらしいですね。後続はいないけど、先の信号機の状況、停止線までの距離も読めないし、初見の道は慎重に行かなきゃな。ここら辺で右Uターン。どれ？あの右折専用レーンでいいの？よかったみたいです。対向車からこっちに来る側の信号機の状況がわからないので、向こう側も青信号であることを警戒して慎重に。ここら辺の判断というか警戒を怠ると、その先にあるのは一発廃車レベルの正面衝突です。それにしてもすごい形状の交差点ですな。ただ信号待ちしてるだけでも飽きないや。ちょうど左に車が来て、まさか行き先かぶらないよなぁと恐怖。狭い道に入り、いよいよ清水寺が近づいてまいりました。暗くて全然見えないですが、深夜帯はガラ空きですね。まあ施設も開いてないし、大して見るもんないしな。清水寺は、その周りの街並みも美しい。街灯がオレンジ色で、夜も風情がありますね。左側に止まってるのはマイカーなのかな？ここに住むのはどうなんだろう。観光地を日常的に楽しめるのか、人で混んでて狭くてうんざりするのか。奥にコインパーキングが見えるな。20分300円で、最大料金の設定はないようだ。よく見たら利用してる車いたんだけど、この時間帯で止まってるってことは、まさか宿泊客さん、お金持ちだねー。12時間で1万円だよ。私だったら遠くの駐車場付きのビジホまで行くわ。長旅の出発時刻を、深夜料金を基準に決めるくらいだからな。あの先の交差点を右折。ここが一方通行だったら右に寄って待つのが正解だけど、それで万が一対向車が来たら詰む。この停止線の伸び方だと、一方通行だったようだな。やっぱ初見の道は戸惑うよな。幼少期から名古屋を生き抜いてきた私、信号無視が突っ込んでくることを警戒した慎重な顔だし。このまま北上して銀閣寺へと向かいます。深夜の京都の大通り、路中が多いですな。あと全体的に黄色点滅の信号機が多く、昼間に来たことないけど、走りやすいんじゃないでしょうか。ちょっと進んだら、これっぽっちも予定になかった、ライトアップされた何かの歴史的建造物へ到着。あなた平安神宮っていうのね。あなたトトロっていうのね感覚で嫌がる。青信号になりましたが、まず交差点の形状がわからない。何これ、右折できるの？それとも禁止されてんの？京都の道はダンジョンみたいですね。タクシーのうんちゃんがホイールを磨いていたな。思いっきり車線はみ出して、怖くもないようだ。ああいうイレギュラーな事態すべてに、即興で対応するのが運転手の役目。その先では、バック駐車のために一時的に塞がれたようですな。深夜の京都は本当にタクシーが多いな。トラックを全然見ないぜ。は？なんだお前入ってくんな聞くぞ。ナンバー跳ね上げ、爆音マフラーでうっさい。迷惑でしかないんだけど、青信号で加速していく時の音がうるさくて迷惑。マジで迷惑。爆音マフラー選ぶ人間の神経が理解できない。ああいう奴らのせいで全体への効果なんか見込めないのにバイクも電動化強制の流れになったんだぞ。バイクの電動化を急ぐ理由はマジでよくわからん。
排気量だって半数は250以下だろうし、数だって少ないし、半数は趣味で乗る程度で、濃厚機械レベルだろ。やってることがついフェミのアニメ批判レベル。各言う私もアルファロメオのジュリア買おうか悩んでるんだけど、さすがに2017年以降のガソリン車なら、そこまでひどい排ガス出さないよね。警察署があったと思ったら、あのバイク警察だぞ。というか私もそろそろプリウスのマフラー変えたいんですけど、みんな91デシベルの郊外騒音機ばかりで、常識的な音量なのがガナドールしかない。いくら車検適合って言ったって、91デシベルは相当うるさいだろ。到底選べないぜ。は？待ってあの軽バン、俺の後ろにいたやつなんだけど、は？何それ？は？どうやら地元民だけが知ってる、ショートカットルートがあったみたいだな。ルール違反って、とことんやったもん勝ちですよね。人生の正義だか仁義を、ルールを守るという形で通すのはよろしくない。今の一言を、中学生の頃の私に教えてあげたいものです。ルールだけ守る真面目ちゃんなんか報われないし、そんな遺伝子社会に向いてないから。なんて言ってたら、10代で学校辞めてリタイアだもんな。人生わかんねえな。その2年後に、まさか自分がプリウス買って愛車にするなんてね。さて路中が多い道でおじいちゃんを追い越すか、左カーブの一瞬で、先の状況を見るのだ。銀じゃない銀閣寺まであと少し。ただいま深夜の1時台、この一人の時間こそが、人生の楽しみなんだよな。今車線に迷って右往左往してたな。はいはい、この通りの先が銀閣寺らしいですね。通行止めになってたので右へ進みましょう。次は金閣寺行こうかな。真っ暗な深夜に近くを通り過ぎるだけ、これでいいのか京都旅行。ここで右折かよ、突然ですな。コインパーキングは20分で100円。台数少なめの高立地運営なら、コロナショックの打撃も少なさそうですな。京都の財政破綻問題、寺院から金取れない点が積んでて草だよな。お隣の中国さんが来ても、中国資本の独自ツアーがはびこってるせいでほとんど儲からないとか。中国人が日本の風俗場に映像映したっていう事件あったよな。行くもんじゃねえぜ。そして定番のアホ一時停止線。ここにも一時停止なの？こんなの見落とすって。停止線気にするより、ちゃんと車体出しつつ様子見た方がよほどいい。取り締まり対策と事故予防は分けるべきだ。京都の電柱邪魔すぎわろた。歴史的な建造物と街並み、観光都市の風格に惑わされそうだが、冷静に考えてみろ。こんなの邪魔でそぼろ古いだけだろ。俺は惑わされない。というか停止線の位置手前すぎでしょ。こんなのわからないって。なんてことを言いつつ、京都市を横断していきます。なんだここは、また意図せず名所の隣を通ることになりましたな。うちは歴史チャンネルじゃないから素通りするが、京都御所、平安時代の建築様式で残っている建物か。古いだけの寺院や建物を価値があるって言われたって、正直ピンとこないですよね。小学生を修学って言って連れてくるの酷だと思うんだけど。木刀とドラゴンのキーホルダーと、夜の枕投げが修学旅行のすべてだぜ。待って、青信号なのにこの人進まない。そういえば私もドラゴンのキーホルダーを買ってとってもとっても大事に使っていましたが、取り付けリングが知らぬ間に緩んで、落としてなくしました。お？突然の急カーブに対応できずにはみ出しましたな。こっちはラインを最適化して難なくクリア。ロールが最小限の車はこういう場面に強い。おじいちゃんムーブオッツ。京都には思いやり消灯の文化があるみたいですな。法律上は NG なんだよな。よくわからない慣習だぜ。あれ？これさっきのおじいちゃんじゃね？だとしたらどうしてここにいるんだ。こんな時間帯に何をしてるんだ。うわくそめ、直前で黄色になりやがった。ブレーキパッドを強化してなかったら突っ込んでた。変なアイラインが入ったスイスポに煽られながら右折。アイライン入った車、車間詰めてくる駅に野郎ばかりだよな。プラスチック貼っただけで車がいかつくなるとか、アルベルの発想だろ。しかも深夜帯ですからね、ああいう奴らに人命を守るという意識はない。関わっちゃいけない反社会人間ですな。というわけで金閣寺に到着です。もちろん寄りませんし、金要素はありません。スイスポが後ろにつくとろくなことがない。とっとと左折して避けるに限るわ。んじゃ、適当なところでカーナビ設定してきますかね。待って待って、停止線どうなってんの？はみ出すどころか通り越して止まってて草。しゃあねえなあ、ここで待っておいてやるか。ういー、京都フライングプリウス、ういー。なんていうプリウスと遭遇しつつ、二条城へ向けて南下していきます。え？幼稚園児の運動会でも、もっとまともにスタートするぞ。とは言いつつこれまでに出会ってきた害悪野郎と比べると、マスコットレベルですわ。は？そこ入ってくんじゃねえよ。安心と信頼のトヨタ、ドキュン御用達。BB とか久しぶりに見ましたわ。バックグラウンドブルーの略だっけ。それを言うならプリウスという言葉も、ミサイルとして代用できるレベルにあるけどな。誰のせいなんですかね。
ウォッシャー駅で見づらいですが、この交差点を左折です。なんか路側帯が広くて、入ろうと思えば入れそうな幅があるんですよね。ちょっと迷った結果、ねじ込むのも嫌ったらしいし、待つことにしました。赤信号左矢印が出たなら言ってたかもしれないな。普通に入れたし。さっきからちょくちょく自転車がいてさ、うっかり見落としてそうで交差点が油断できないよ。左直角コーナーとして曲がっていくことは不可能ですな。そしてまたおとなしく東へ。あーやだやだ、なんか歩行者来てるし行きたくねえ。まあ深夜帯って車優先なところあるよな。見落とされやすいし、避け損なった歩行者が引かれて死んで自然淘汰されてる感じだ。そして到着、二条城です。記憶が正しければ、左側の宿の中のどれかに、修学旅行の夜に泊まったんだよね。確か深夜の2時くらいまで、親友だったイケメンの男の子と布団でイチャイチャしてた。ほぼあの年代の男の子の、若々しくてプニプニで、柔らかくも骨格ががっちりした感じいいよね。あ、ホモじゃないです。幼少期のカーボン調がぼっちじゃなかったことに視聴者さんは驚いてることだろう。ちょっと変則的な大通りを下る。道路部分の幅がとにかく広いですね。平安時代の都市計画の名残でしょうか。おっとっと、ダブル右折専用レーンに騙されましたな。こういう大通りって、突然の右左折専用レーンがあるからどこ走ればいいか迷うんだよな。そして四輪と二輪で停止線の位置が違うけど、中央分離帯があるから存在の意味がわからないね。すり抜けの推奨がしたいのか。またフライングしてるし、この人たちはまともなのか適当なのか、なんなんだよ。そして少しだけ進むと、なんか大通りが左にカーブというかねじ曲げられてるんですよね。子供が設計図にいたずらしたのか？一時的に刺しておいた待ち針が、そのままデザインとして採用されたどこぞの交番みたいだな。深夜帯のあるソック、頼もしいですな。そして今気づいた、本当に道がねじ曲がっていたのはここだったと。該当箇所地図で見ると、昔ながらの寺院があるようだ。南北でわずかに生じた国道の左右差の前に、国道をカーブさせるほかなかったんだろう。さて東寺に向かっていきます。何の場所なのかは知りません。ちょっと待て、公式サイトによると、当時と読むようだ。当時は当時を当時と読んでいた。じゃなくて、坊主が屏風に上手に絵を描いたみたいに言うな。この右側がそうらしいです。暗くてよくわかりません。はいはい、いつもの。次は京都タワーへ、あと2箇所です。今の時刻は深夜の2時を過ぎた頃。時間に余裕ありすぎですわ。あれ？ここ右折なの？わかりやすいカーナビの案内が珍しくわかりづらい。は？150メートルがどれくらい先なのか、目測でわかるくらいになってないとカーナビあっても走りづらいですな。はいまた、行こうと思えば行けたかもしれない状況でのストップ。置いてねえ。右矢印だけ見て進んだら正面衝突なんだぞ。ああいう他人の警戒心だけで事故避けてる人間は、自然と撃たされて消えた方が社会のためだ。車離れとか言うけど、そもそも一般人が、趣味でもないのに自動車を所有して運転する意味ってあるんですかね。ないですよね。混雑がひどくなる一方なので車は手放してください。中国の新型 EV の実力を見ていると、将来も日本車が世界で売れ続ける見込みはないしな。車社会が終わって、交通事故が減るといいな。むっちゃウインカー焚きますやん。真っ暗なところを人が堂々と歩いている。京都の人たちは車が怖くないのか。そしてここら辺に京都タワーがあるはずなのですが、会ったことさえわかりませんでした。ここの人たちもそうだ。どういう神経しているんだ。そんな危機意識で名古屋に来たら死ぬぞ。あーもう自転車の追い越しと左折が被っちゃった。ノーブレーキで行くしかないや。奥側よし、手前側の歩道周りよし。すぐにロールが収まってシャシーがイン向く。この感触、個人的には BMW に近いと感じます。テンガプラットフォームの実力は、市街地でもちらつくんだぜ。テンガか TNGA か、それは大事なことじゃない。最後の目的地は33元堂。ああ、時間余っちゃったな。高々直径4キロ程度の範囲を、行き来してた程度だからな。深夜の京都は思ってたよりコンパクトだったな。もうどこら辺が目的地かもわからないんですけど、多分この右側です。はい、旅時完了です。このまま終わろうかと思ったけど、せっかくなので、狭い山道を越える風景まで実況してしまおうと思います。え？暗闇に紛れるサイレント歩行者、ぼーっと流してたタイミングだったからビビったな。さてここを左折して、何が待ち構えているのか、初見のアタックです。ほう、ここを左折ですか。住宅街の中だけに、EV モードが光る。スピード感を出すために、基本的に2倍速で流していこうかな。実は今、ちょっと買いたいものがあるので貯金中。高速料金だって、抑えるところは抑えたい。動画撮影ついでに琵琶湖の南端くらいまで下道で行って、そのまま琵琶湖沿いを蹴散りながら北上するか、そのあたりから高速乗って帰るか、悩み中。今は一方通行だったけど、こういう区間って、気づかぬ間に一方通行じゃなくなってることがあるからね。深夜の一時停止が守られるとは思えないし、慎重に行こう。深夜だからどうせ誰も来ないと思うだろう？でもな、そう思ってる新聞屋のバイクはいるんだぜ。
おっと、こっち左っぽいですな。ここから一気に道が折れ曲がります。ここら辺にお城でもあって、敵兵の進撃を抑えるためにねじってるんじゃないかってレベル。先が見えないからコーナーミラーと勘を頼っての前進になるぜ。ガソリン車で来てたらこういう場所には入らなかったでしょうな。深夜に走り回る私にはプリウス PHV は相性がいい。ここで少し広くなる、そしてまたすぐ狭くなる。む？深夜の山間部あるある、一瞬の光の反射を対向車だと勘違い。それにしてもここ、昔は断崖絶壁の山だったろ。京都に近いからって、よくもまあ切り開いて家を建てたものだ。左側に寺みたいなのがありますね。徒歩でここまで通うだけで修行だよ。というか前哨塔だけだと、真っ暗で何も見えないっすね。次以降は、動画撮影中は積極的にハイビームで照らすようにしてみます。ガタン、突発的な段差を、なるべく直線的に乗り越えないように対応。よくこんな狭い視界で走ってるなと思うだろ。忘れたか、今2倍速中なの。道路脇に刺さってる反射板が一斉に光って道を知らせる。ただの棒と侮るなかれ、街灯並みに頼りになる。そしてここで、話すことがなくなる。なんだこれ、正面行き止まりか、どうなってるんだ。ちょうど丘の頂上になってて、その奥側が見通せない。この右側には、テニスクラブと建築会社があるらしいですな。そして道は180度ターンへ。カーブ前の長い直線区間から見えるように置かれた警告標識、過去に誰かしら事故ってるのを匂わせる。ああ誰か事故ったんだなという場所を見つけた時、ドライブは少し楽しくなる。右側にあるのは車屋さんですか、なんて思ってたら突然狭くなる。左、右と折り返した直後、寄せれば余裕ですれ違えた道路幅が、道路脇の土を踏んでも厳しいレベルに狭まる。60度くらいだけのカーブだと思うだろ、その直後に左90度だぜ。カーナビとコーナーミラーがあるから大体はわかるんだけど、見通し悪いとやっぱりペース上げられないな。さあ難所を越えたぞ、突然の夜景だ。綺麗、いや、言うほどでもないか。俺にとっては珍しくもなんともない。ああ、奥が見えないよう。見えないまま突き進むのは、今に始まったことじゃないけどね。それにしてもこういう道は、法定速度の問題が実質ないようなもんだから、動画にしやすくて助かるよ。深夜帯の流れに合わせただけでスピード違反だとか、たまったもんじゃないぜ。そもそも法定速度とか、超大型トラックの制動距離ベースで策定してるんでしょ。遅すぎると言える。おっと、道がエッグい曲がり方してますね。対向車が来てない以上は好きなラインで行かせてもらいます。小学校脇の思い切り狭くしてある特スピードバンプ。よし、狭くしてあるところに来ましたね。もう一方通行にしてもいいだろこれ。というわけで、なんていうのか知らないけど、京都の東側の盆地まで降りてきました。動画はここら辺で終わるけど、日本の狭い区間を速く走ろうと思ったら、いるのは馬力じゃなくて横幅の小ささだとよくわかりますね。すれ違いと対向車警戒、および対向車が来た時用のスペース確保で減速する分は、基本的に加速力じゃ取り戻せない。ドライブ程度じゃそういう道を好き勝手に走ることは不可能だ。そんなところです。ご視聴ありがとうございました。